皆さんこんにちは、まめです。本日はツイッターで決まった時間にツイートをする予約ツイートの方法をご紹介したいと思います。予約ツイートができると劇的に便利になるというわけでもないのですが、バズりツイートを狙ってツイッターを見ている人が多い時間帯に狙ってツイートをしたり、ツイートのし忘れを防いだり、あるいは夜中にツイートしたい内容を思いついたけれど夜だし迷惑だから明日の朝に予約しようといったことができるので、人によっては便利に使える機能ですね。それでは早速ツイート方法をご紹介したいと思います。いきましょう。実はツイッターアプリでは予約ツイートをすることができません。ではどうするかというと、ウェブ版のツイッターを使います。サファリを開いてツイッターを検索しましょう。一番上に表示されるツイッターをタッチするとアプリに移動してしまうので、こちらのログインをタッチしましょう。ログイン情報を入力してログインします。ログインできたらいつも通りに新規ツイートボタンを押してツイートしたい内容を入力しましょう。今回はこちら。こちらのツイートは今日の動画である機能を紹介するためにツイートしています。これで何の動画か当てられたらすごいですという内容で予約ツイートをしてみましょう。入力が終わったらこちらのカレンダーと時計のマークをタッチ。こちらの画面で投稿したい時間帯を設定していきます。まずは日付から、今日の日付を選択して時刻を設定しましょう。今回はお試しなので3分後に設定しておきます。確認するをタッチするとこちらに4月18日午後4時49分に送信されますというふうに投稿時間が表示されますので、必ず確認した上で予約設定をタッチしましょう。これで予約が完了しました。予約ツイートを確認したい場合は新規ツイートボタンを押して未送信ツイート予約済みをタッチすれば OK。 こちらに表示されていますね。予約を取り消したい場合はこちらのカレンダーと時計ボタンをもう一度押してクリアを押せば OK です。もうすぐツイートされるはず。このようにきちんとツイートされましたね。フォロワーの皆さんが何の動画か予想してくれると嬉しいところです。予約ツイートは使う場面は限られるかと思いますが、覚えておいて損のない機能だと思いますので、ぜひチェックしていただけたらと思います。またツイート時間が何時だからこの人はこの時間にみたいな推測は実はあまり当てにならないということも覚えておくといいかもしれませんね。以上、今回はツイートを予約投稿する方法をご紹介しました。それではまたお会いしましょう。